1月6日月曜日の天気をお伝えします。日中は広く晴れて穏やかな空となるところが太平洋側を中心に広がります。一方、日本海側を中心に晴れていてもにわか雪のある変わりやすい天気、東北日本海側や北海道では時々雪が降ることがありそうです。特に道東では雪がどかどかと強まることがありそうです。暴風雪に警戒をしてください。また日中は広く日差しが届くところが多くなりますが、だんだん西のエリアから天気は下り坂となります。夜遅い時間帯は九州北部や中国西部エリアから雨が降り出してしまいそうです。ご帰宅が遅くなる場合は折りたたみ傘をお持ちください。火曜日からは広く雨が降りますので、日差しを有効に活用していきましょう。また朝の冷え込みも強まりそうです。お仕事始めの方も多いかと思いますが、暖かくしてお過ごしください。以上、月曜日の天気をお伝えしました。